岡田美術館は神奈川県足柄下郡箱根町にある施設美術館ユニバーサルエンターテインメント系列2013年10月4日実業家でユニバーサルエンターテインメント創業者の岡田和夫が収集した東洋日本美術コレクションを展示する目的で設立された美術館である古代から現代に至る日本中国韓国の陶磁器を中心に 日本美術は主に近世、近代の日本画を所蔵している。当初岡田は美術ファンに過ぎなかったが、摂生軍金図病部との出会いが、コレクションひいては美術館設立のきっかけになったという。美術館は明治時代のホテル、開花亭跡地に5階建てで建設され、敷地は美術館が多い箱根で、屈指の広さを持っている。美術館正面に640枚の金字パネルに、 描かれた福井高太郎の風、国と題した風人雷神の大壁画が飾られて、前に足湯カフェが併設されている。所蔵品がたびたびメディアで大きく取り上げられている。1948年以降に所在不明となった北川歌丸の肉質対策、深川の雪が2012年に発見されたが、 これを当館が所蔵して2014年に66年ぶりに一般公開したことで注目を集めた。83年間所在不明であった伊藤若冲の苦弱法王図が2015年に発見されたが、これも当館が所蔵して2016年に一般公開される。2015年より、将棋の女流名人戦の冠スポンサー名として、本美術館の館長が完成られ、 岡田美術館倍女流名人戦と名乗ることになった。住所会館時間休館日入館料、小型光臨摂生軍金図病部。ありがとうございます。